リーピさん、いつも動画の方を送っていただきましてありがとうございましたそして今月の31日は一緒にズームライブをねまたやることができて非常に嬉しく思っております次のこの31日のズームではですね軽くでいいんで量子コンピューターについてとあとねあのサンデースアップについてご存知のことをお話しいただければと思います本当に短くて結構です例えば一言だけとかね1分程度とかね あのまだまだ難しいところが多いと思いますので、えー、そしてまだ見えてないところが多いですからねあの量子コンピューターにしてもサンデースアップにしてもまだまだ理解できてないところが多いと思いますので本当に少しでいいんで話題に出しておきましょうそれではよろしくお願いしますありがとうございました